完成しましたすごい。うわー、すごいすごいすごい。ドロンドロン、ドロンドン。せーの、ドンブラコ。さあ、始まりました。プリントチャンネル。ハズキです。アコギンがプールを用意しました。おお。梅雨明けした初日です、今日。これをやるのに合わせて、プールを開けてくれた。ありがとう。今日やる企画は、スライドプールで3日間生活。今からですね、このプールにスライムを作ります。おお、このプール全部で作るの？まあ、それ自体がやばい。その中で3日間生活していこうじゃないか。やるのは2人でやります。で、ちょっといつものことながら、ちょっとゲームをやってですね、成功したら2人で2000円の食材をゲットできる、失敗したら2人で合計200円の食材になってしまうという。今回は1日3回ゲームやって OK なんですよ。 OK。 ゲームはどっちかが考えたゲームを片方がやるっていう風にします。ちょっと運要素が強いゲームにします。確かに食材以外の必要なもの、まあ、寝るときに必要なものとか、あの体拭きたいとか、そういったものは別に自由で OK。 それでは作ってもらいたいけど、じゃあ作りましょう。はい、スライムプール3日間生活、いってみよう。はい、スライムの作り方がまず大事で、お昼の今12時なんですよ。スライムの作り方がまずね、水、あと海苔、洗濯海苔をね、を混ぜるんですよ。すごい量用意しました。ズン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 。そして蚊取り線香、ありがたい。洗濯のりだけで500リットルです。やばいでしょ。2対1ですね。水はだから1トンです。1トン。結構ね、シャバシャバのね、スライム作る予定なんで、それを計測しながら全部入れなきゃです。はい、ポリバケツに止めました。じゃん。これがね、45リットルのポリバケツなんで、これを22杯入れます。あはは。夏だな。むちゃくちゃ重い。重いな。それで22杯だよ。じゃばー。おー、いいね、いいね。夏だ。夏感じたい。おお、いやいやいや、よいしょー。おお、なに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 、怖い怖い怖い。夏って言えば何でも許されると思って。水やりおばさん、元気育って。どんどん入れていこう。はい、じゃん、洗濯のりさすら入れます。おお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 おうん、よいしょ。三刀流、え、三刀流、すごい。うわー、すごいすごい。海苔と水の混合体。夏、やばい、マジで大変、やばい。皆さん見てます？すごい大変なことに今気づいております。結構溜まってきたよ。ほら、なんかね、泡風呂みたいな。ねえ、まだ半分も終わってません。道のり、道のりやばい。3分の1かも。だいぶ減ってきた。残り3分の1かも。はい、あとこんだけです。終わる、もうちょいで。そして水も今それが19杯目だから、あと3杯。お、結構入ってきた、ほら。これで終わり。おばさん、水終了。はい、宮本武蔵現れました。今から私が何をするか。舞う。舞うな。このプールをかき混ぜます。おお。ちゃんと混ぜないと綺麗なドロドロ感にならないと。はいはい。あれ、あ、湯もみのおばちゃん。草津温泉、今お湯何度ぐらいですか？こういう8度。キンキンでした。ここからが相当難しいんですけど、まず色をつけます。おい、はい、この後ね、はい。で、スライムといったら黄緑色っていうイメージがやっぱあるんで、あの初めのやつでしょ。はい、あの色にします。 OK。 はい、じゃあもうほぼ皆さんちゃんと来いでください。右曲がりますよ。ええ右に、 OKOKOK。 そうです、皆さん力がないとですね、前進まないんですね。あ、ディズニーランドのやつだ。マグツインゴですね。あー、ディズニーランド。サモナに来にください。はい、行きますよ。キャストさん以外ほとんどの人が漕がないやつ。あれ、後半すげえ疲れるな。俺らは全力で漕ぎました。では色をつけていくので、はい、この緑色のやつ、あとこの黄色、スライムの色にしていきます。ただ俺一回ちっちゃいスライム作ったことあるんですけど、相当ちょっとの量で色がついちゃうんですよ。入れます。色ついたら暗黒魔法かけてるみたい。あ、綺麗。
る。結構いい色。すごい、マジョマジョ。ねえ、いい色だよ。意外といいんじゃない。あ、もうお風呂みたい。いいいいいい。あ、もうこれでいいじゃん。ね、良さそうだね。この後に放射っていうお湯で溶かしたものをまた水と混ぜ合わせて、つまりこれ粘り気がないじゃないですか。まるでスライムじゃないもんね、まだ。その放射っていうのが粘りを出すものなんです。放射。シャン。溶かした放射。これを入れながらもうかき混ぜます。そうです。これを一気に入れちゃうとダマができちゃうんですよ。もう本当にグダグダのスライムできちゃうんで、本当にね、少しずつ少しずつ入れていきます。まんべんなく混ざれ。ほら、もうちょっとだ。あ、入れすぎ、入れすぎ。社長、分かってません。この方まだ、ほら、まだ出てる、まだ出てる。なってきてるね。あ、うわうわできてる。完成しました。イエーイ。うわードロンドロンドロリンチョ。ほらすごい。うわー、すごいすごいすごい。これ今ね、はい、夕方の5時、5時間いました。5時間。もうね、これ腹減ってしょうがないわ。水分はね、全然取っていいんだ。ああ腹減った。多分ここまで大きなプールでスライム作った人があんまいないと思うんですよ。このしかもトロトロのスライムってのは、うん、もしかしたらもう初に近いんじゃないかな。そう、結構もっと大きいのでやってる海外の人いるんだけど、やっぱダマになっちゃったりとか、あと浅かったりとか、シャバシャバになったりとかするんだけど、うん、これでもうこの企画のほとんどは終了って言ってみるぐらい過去一じゃない。これ去年のプールに家建てるっていうのもかなりしんどかったけど、強風というね。そう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 。ただ無事なんでほぼ1日目が終了しそうなんだよ。だから今からもうすぐ入ってゲーム1日3回できるんですよ。3連発するぐらいの勢いだな、これ。で今回俺らこの中に入っちゃうと買い物とかに行きづらいので、ね、あの買い物に行ってくれるアシスタントの方はいらっしゃいます。もう入っていきたいと思います。あー、ほんとだ。あ、下めっちゃ見えてる。あ、池の中って感じ。うわー、重い。すげえ。うわー、すげえ。うわ、見て。うわ、最高のスライムできたじゃん。いや、最高。うわー、もう入りますね。はい、全身お願いします。どんな感じどんな感じどんな感じ。エイリアン捕まった感じ。捕まったことねえよ。うわー、あー、うわ、あー、あはは。3日間生活スタート。おお、うわー、すごいすごいすごい。行きます。いいのでゲームはスライムを利用したゲームになってます。俺から考えたゲームからいきます。スライムストラックアウト。おー、このね、俺が作ってきたストラックアウトのボード、これをですね、約5メートル先にこれを置きます。スライムをボールに見立てて投げます。スライムが張り付いたところの得点10点になればクリア。2球ずつしか持ってます。ではあそこにストラックアウトのボードを設置しました。どっちが勝負とかじゃなくて協力の試合だから、塩を入れました。塩を入れるとこうやって固まるんで、スーパーボールみたいになるんですけど。いきますよ。はい。うわ、外した。これむずっ。フラムボールバケツ入れた。俺が9狙うよ。あ、マジで100円になるから。うわうわ、ビビったビビった。あと人気だもん。3だ3だよね。3だよ。やべえ。なんだ、8、9、下段下段かい。下段下段。マジで。いやいや、2か。合計200円獲得。でも、もうすぐゲームやろ。あ、もうそうだね。で、アシスタントの方にちょっと買ってきてもらいます。これでーす。100円チョココロで入れましたんで。すごい、スライムの中に入りながら食べると100倍美味しい。もうそれながら食べちゃおうかな。うめえ。夏してんの。
うん、追加用紙よ。全然足んない。全然足んねえじゃねえか。スライムバドミントン、いっぱい食べたい。もうシンプルです。バドミントンをスライムボールを使って10回ラリーしてください。え、だってこれ穴開いてるからさ、すり抜けてくんじゃない。ただ私は練成しました、このスライムボールを。作るねー。はい、昭和感情です。その中から出たら負けです。これで返せたら OK。 3回失敗したら終わり。せーの、あー失敗。あと拾いましょう。いくよ、せーの、うわー、あ、ダメだった。投げた成功する。6までいったんで、あと4回でよかったね。せーの、3、5、うわー、スライムゲーム難しすぎる。買ってきてもらいました、塩むすび。塩むすび100円って言ったら、もう塩むすびじゃないのか。今6時半よ。もういい時間、暗くなっちゃうよ。これ食べて、もう夕食もすぐ行く。見てください、綺麗な塩むすび。うまっ、超うまい。完食。うまかった、マジで。プールの家みたいな時のような感じで、料理作るの不可能かも。手がキッチン用具にめっちゃついちゃうから。これは過酷だぜ。それでは本日最後のゲームです。本物のスライムはどれだ。今からスライムに似たものが出てきます。本物スライムも入れて、全部5つ目隠しして当てます。全部触っておく。本物スライムを当てることが2人ともできたらクリア。なるほどね。これはお風呂入ってるわけじゃありませんが、スライム風呂に入ってます。5つあるんですけど、これが今度に入ってるスライムです。アイスノンの中身、これがスクイーズ。スクイーズの中身、アメーバサンド、キエピターのジェルの部分だけなんです。これを今からタオルで目隠しをして当ててもらいます。当てたったらもうこういう風に1000円を楽しめる。見てわかる通り真っ暗になってんのよ。早くしたいのよ。一つ目はこちら。そこです。マジでわかんない、マジでわかんない、これ。え、これじゃないの。全部触ってもらいます。手がふやけすぎてて感覚が鈍くなってるわ。もう一回タオルで拭きます。次はこちら。違うタイプのスライム。うわうわ、こんな水っぽくない気が。なるほどね。 100% 違う。これがスライムだと思ったのは3番。開けてください。よっしゃ、正解。じゃあ、そう、正解でした。はい、はい、一番最初これです。これはもうそれや。うわ、今のじゃないかな。続いて、はい、うわ、シャバシャバしてる。はいはいはい、こちら。4番こちらです。はい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 、じゃあラスト、どうぞ。うわ、これはどっちだ。2000円ゲットできないよね。今日全部100円になる。ああいいですね。はい、これは1、お願いします。2000円ゲット。スライム頑張って作ってよかった。人生で最高。50円ですよ、1貫。はい、カッパ寿司さんなんで。はいはいはい、いただきます。いただきます。本当にもう最高。うまっ、うまっ。寿司が出来上がるのちょっと違うかったので、夜の9時ぐらいです。うまい。おかりもいただきます。うまっ。明日何食べるか考えたら、スライムの中で。意外と夜まだ寒いよ、裸だと。スライムなんかあったかい。スライムなんかあったけど、上半身が寒いの。おかりうめえ。おかりうめえわ。完食。あれ、夕食も食べ終わって、だからシャワーを浴びます。シャワーという名のぶっかけぬるま湯っていう、落として寝ます。ぬるま湯です。ぬるま湯ぶっかけ、あったかい。落ちて、落ちて。全然生活してるでしょ。すごい生活を。最悪だ。あったかい。一応過酷かもしれない。
行水終わりました。行水終わりました。髪の毛も全部ね、濡らして。意外と落ちる。意外と落ちる。お湯が大事。そうだね。寝ます10時半。10時半なんでちょっと今から寝る準備しますんで、ちょっとプール持ってきます。はい。このコプールで。ガン。オッケー。安定してる安定してる、めっちゃいい、めっちゃいい、リゾートリゾート、おやすみー、天気して、おやすみー、消します、おやすみ、じゃあ寝ます。あ、星見える、これが夏っていいんだ、本当そう、この星空ね、泣いてる泣いてる、なんか泣いてる。というわけで2日目、よいしょ、連日の晴れ、昨日よりむしろ暑い、ほんと今朝なんですけど、はい、昨日はね作ってる時間があったからスライムに入ってる時間が結構少なかったんですけど、今日はもう丸一日入るから、もう暑さ対策とかもしつつ、ゲームとかに料金と関係ないから、そこは別だもんね。ビロロジョー、おお、待って、昨日より粘り気あるよ、だね、なんかほら重い、脱げる場所ありますね、はい、あっ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 、変なことする、乾かそう、せーの、どんぶらこ、妖怪スライムお化け、今日も出ました、スライムお化け、うわー、今日ほら泡がなくなったからさ、はい、透明だ、あーブルー、あーなったね、どうやら目は開かないようです、堪能堪能堪能してるね、ローリングスライム、ドロン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 、すごいすごいすごいスライム、あはー、引き取りが割れる、気持ちいい、うわ今日一日こんなかかよ、じゃあじゃあ背中でいい、助けて、じゃあもう6時もう遊びました、遊びしてゲットタイムにいっちゃいます、オッケー、アウォーキングゲーム、はい、私が考えたゲームは串刺しスライム、串刺しスライム、今からこのスライムを空中に投げて、はい、ある串でこう突き刺してます、それがうまく突き刺さったらクリア、サマはサンキュー、さあその剣で串刺しね、準備は OK、 剣で刺せばいいわけね、こうあのルールは、あの剣先にスライムが当たればクリアなんだ、そうそうそう、空振りがダメってことですか、空振りだね、はい、タマコロ、じゃあいくよ、 OK、 いくぜ、せーの、うわっ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 、ちょっと目の前だ、目の前、練習練習、何してない、いくよ、せーの、うわっうわっうわっ、うわおいおい、なんだ、ラストラスト、頼む、いくよ、せーの、うわー、当たった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 よね、当たった、でもでもつなぎついてるもん、クリアー、手にかかればこんなもんだよ、2000円ね、ゲットしたら食べたいものがあった、マクドナルド、最高の朝、マクドナルド、なんじゃマクドナルドさんを買ってきてもらいました、やったー、うまそう、うまそう、いただきます、うまっ、ライムテリヤキうまいわ、いただきます、うんめー、調理器具とかで料理したかったんですけど、やっぱスライムが調理器具についちゃってちょっと危険性があるから料理できないんですよ、難しい、だけどこういうのって今まで食べてきたものなかったよね、この企画の時、逆にね、あんたメロン、もう昼飯みたいなもんだ、うん、うまっ、ナゲット食べますね、じゃあうまっ、ぬるぬるさせながら俺チキンナゲット食べなかったんだよ、
夢叶ったわけ？夢叶いました。もう1000円獲得してるから、はい、マックルービー調合料頼みました。マックルービーうまっ、夏夏来た。うわ、フルーリーうまい。おしまい。ちょっとすごい日が出てきたんでテント張ります。アモキングが5万円の生活の時に買ったテントを持ってきたんで、テント立ててプールの上に屋根として日陰ができて幸せになれる。イエーイ。テントつけるの完成しました。見てこれ。これだったら雨降っても大丈夫。続いてのゲームにも取り掛かります。私のゲームはカワキリをスライムから救い出せ。どう？まったくいいよ。そのカマキリを救い出さなければいけません。おー、いけた。温野菜切るのって楽しい、楽しい。これ家も走ってるんですよ。ほら、ここ似てんのよ。刀じゃないんだからハートになってるんですよね。これ誰が何人とか分かるけど、すごい。何やったの？滑ったの。どうした？